地球温暖化への対策は、その方向性により、温暖化を抑制する緩和と温暖化への適応の2つに対別できる。地球温暖化の緩和策として様々な自主的な努力及び政策による対策が進められ、いくつかはその有効性が認められている。現在のところ、その効果は温暖化を抑制するには全く足りず、現在も、 温室効果ガスの排出量は増え続けている。しかし、現在人類が持つ緩和策を組み合わせれば、今後数十年間の間に、温室効果ガス排出量の増加を抑制したり、現状以下の排出量にすることは、経済的に可能であるとされる。同時に、今後20から30年間の緩和努力が大きな影響力を持つ、 気候変動に対する早期かつ強力な対策の利益はそのコストを凌駕するとも予測されており、現状よりも大規模かつ早急な対策の必要性が指摘されている。地球温暖化の緩和策と並行してすでに起こりつつある地球温暖化による影響への対策、いわゆる適応策についても様々な自主的行動、政策的行動が進められている。 地球温暖化の緩和策、適応策を話し合う国際的な枠組みとして、最も大きなものが、気候変動枠組み条約の締約国会議であり、この会議を軸に、京都議定書が1997年に制定されている。また、京都議定書の後継として、パリ協定が2015年に締結された。 他国間の国際的な協定で2020年以降の地球温暖化対策を定めている。この他の政治的な枠組みとして、主に自治体単位の気候変動に関する世界市長、市長協議会や気候変動防止都市キャンペーンなどがある。いずれも緩和策の具体的な内容や計画を策定している。鳩山幸夫内閣は2020年までに二酸化炭素、 排出量を1990年度の排出量の25%削減を宣言した。国別一人当たり年間二酸化炭素、排出量世界の化石原料由来の排出源別年間二酸化炭素排出量の推移、第4次報告書では、すべての対策を施した後に安定化した、再の温室効果ガスの濃度が鍵を握るとされる。温室効果ガスの排出量削減を早めれば、 早めるほど安定化時の濃度は低くなり平均気温の上昇も抑えられ経済的損失も小さくなる。遅ければ遅いほど生物主減少などの不可逆的損失、経済的損失、環境難民などは増加する。よって対策を行う上ではどれくらいの濃度までが許容されるかというのが重要である。対策コストと 経済的損失のバランスという視点から試算を行ったスターン報告では CO2 濃度を 550bpm に抑えるコストは世界の GDP の1%と見積もられ巨額ではあるが支出可能であり対策のない場合に想定される被害に比較して十分に小さいとされているこの参考として 温室効果ガスの濃度と平均気温の予測上昇量などとの対応関係も示されている。2050年の CO2 排出量を2000年比マイナス85から50%とすれば排出量は2015年までにピークとなり産業革命以前比の気温上昇は2.0、摂氏2.4度マイナス30プラス5%とすれば2030年までに ピークとなり2.8摂氏3.2度、プラス90プラス140、とすれば2090年までに、ピークとなり4.9摂氏6.1度など、6パターンの予想が出された。一方、洪水地域や当初など、温暖化の影響に弱い地域があるため、許容される被害の程度は、国や地域によって異なる。どれくらいの濃度あるいは気温上昇が、許容されるかという政治的。 国際的合意は導き出されていない。いずれにしても、エネルギー、運輸、省エネルギー、炭素固定など、広い分野にわたる、技術面及び政策面での対策により、社会全体で、温室効果ガスの排出を減少させる、低炭素社会を構築していくことが必要とされている。また、今後10から30年ほどの間の努力が、決定的に大きな影響を持つとされる。 対策が進む方向に向かってはいるものの、そのペースは遅すぎ、このままでは危険な道筋をたどるとみられる。しかしこれ以上の対策の先送りは、経済的にも誤りであり、緊急かつ現状より大規模な行動の必要性が指摘されている。緩和に際しては、新しい低排出技術の開発と普及、排出量そのものの削減努力などが重要とされる。 エネルギー供給風力発電用の風車軍エネルギー供給面においては、下記のような技術が二酸化炭素排出量の削減に有効とされる。特に今後20年ほどの削減努力が重要とされている。個々の対策には、それぞれ特有の限界もあり、特定の対策の割合だけが増大すると、費用対効果が悪化するため、 エネルギー供給システム全体で考えることが必要と指摘されている。例えば、下記のような課題が指摘されている。また、太陽光発電、風力発電などの発電量変動の大きい、再生可能エネルギーの供給量を安定させるためには蓄電池などによるエネルギー貯蔵との組み合わせが有効とされ、エネルギー管理システムと連携して電力網を 最適化するスマートグリッドや家庭用エネルギーマネジメントシステム活動生物による炭素固定を促進することで炭素吸収量を増加させることも有効とされる。京都議定書で吸収源活動と規定されているものがこれにあたり具体的には以下のようなものがある。地球工学的対策蒸気の緩和策がうまく進まなかった場合の策や 対策が実効性を表すまでの経過策などとして、地球工学的な対策も提案されている。しかし、各種のリスクを抱えており、いずれも有効な策としては扱われていない。有効性が否定されている、対策自主的な行動もなされている。循環型社会一家に挙げるような循環型社会の形成を通じて、無駄なエネルギーの使用量を減らすことも有効とされる。ただし、 資源の有効利用が優先され、結果的に全体のエネルギー使用量や炭素、排出量が増加する場合もあり、ライフサイクルアセスメントを通じて、循環利用と温室効果ガスの両面で、循環型社会の形成を考えることや、その両立を目指して、環境技術の開発を進めることが必要である。最近は土に還るプラスチックの開発がされた。 生活様式あらゆる生活部面に持続可能性を求める持続型社会への転換の有効性及び必要性も指摘されている。具体的にはライフスタイルの改善により温室効果ガスの排出削減を目指すものである。IPCC の議長でベジタリアンでもあるラジェンドラ・パチャウリは畜産業界全体から排出される温室効果ガスは 世界の5分の1近くを占めるとし、イギリス政府に対して2020年までに、イギリス国の食肉消費量を60%減らす、キャンペーンの実施を求めた。個人ができる対策として、肉の消費を減らし自転車を利用し、必要なものだけを買うというライフスタイルの変革を提案している。小規模分散型エネルギーの導入、再生可能エネルギーの導入、電化の促進、 省エネルギー、節電、節水、3R、4R、5R の他に、以下のようなものがある。この分野は、吸収源活動や産業部門での削減に比べ、削減量の見込みに関して不確実性が最も高い。日本の京都議定書目標達成計画の見直し議論においても、国民のライフスタイル改善による、 温室効果ガス削減量を2010年度で678万から1050万トンと見込む具体的な数値が算出されたことに対してその根拠が曖昧であることなどへの批判が紛失した。人口増加の抑制による過剰人口の解消世界の総人口と世界の都市、平均気温変差の経年変化エネルギー効率などを挙げるとともに、 エネルギーの消費量を増やすことにつながる人口の過剰に対しても対策を考えるべきだという指摘がある。発展途上国でも人口が増え、世界人口が過剰になっている。それにより、環境に悪影響を与えることは多くの国で認識されているが、温暖化対策会議などにおいて人口抑制の効果についてはほとんど話し合われていない。出生率を下げ、 過剰人口による温室効果ガスを削減しつつ人権を守るという考えがある。少女と若い女性に教育の機会を与え教育状況を改善し男女平等に働く機会を与えることで人口増加が抑制され自然に人口は減少すると考えられる。人口転換理論と呼ばれる人口変動のパターンがある。人口動態の変化は経済状態により 多産多子から多産少子を経て、やがて小産少子に至るという三段階に分けることができる。学習機会の少なかった層に教育機会を与えることで社会進出を促し、国の経済を発展させ、出生率、死亡率を低下させることで人口増加を抑制することができると考えられる。一方、人口抑制、削減への批判も上がっている。 教育機会を与え人口を減らすという考えは、先進国で人口が減少していることを根拠に、発展途上国でも先進国と同じような状態を作ろうという考えである。つまり、発展途上国を対象にした考え方であり、先進国が途上国の人口を抑制しようという政治的で危険な考え方である。この考えは温暖化対策のために、 科学を根拠に発展途上国に対する人種差別的な行動を正当化する恐れもある。ジョンズ・ホップキンズ大学ポール・ h ニッツェ・高等国際、関係大学院のアービンド・ラビクマールジ教授は、先進国の多くの白人が人口を減らすべきだと言っているのは、帝国主義の枠組みという言葉を定義するものだと批判している。人口が減ったとしても、温暖化への影響は、 限定的だと考えられ、人口にかかわらず、すべての現況である温室効果ガスを止めなくてはならない。また、すでに多くの発展途上国では GDP が上昇してきており、成長の初期段階で出生率が低下するのは GDP の上昇に混乱をもたらし、GDP 成長を低下させ、逆に人口減少を妨げてしまう可能性があるとの考えもある。 排出管理システムに酸化炭素の排出量を把握するためエネルギーや消費材の使用量から間接的にそれを推定するシステムがある。環境全体への負荷を考えるエコロジカルフットプリントに対して温室効果ガスを対象としたものをカーボンフットプリントという。家庭では環境化計報を通じ電力、水道、ガスの使用量などを入力して 簡単に算出することができる。企業の場合は、環境会計があるが、温室効果ガスの排出量を取り入れた、会計基準はまだ標準化されていない。また、商品、サービス、市民活動など様々な分野で、温室効果ガスの排出量を表示する、いわゆる見える化の取り組みを行う動きがある。緩和のための費用は、下記のような報告書により、想定される。 被害規模に比して桁違いに少なくできると予測されている。同時に急がなければ被害額や緩和コストが増えるだろうことも指摘されている。新技術の開発、普及促進蒸気のような新技術の開発と普及のために現状よりも積極的な投資の必要性が指摘されている。普及に際しては化石燃料に対する多額の補助金がこれら新技術の 普及を妨げること、新技術の価格は普及とともに低減することなどが指摘されている。具体的な政策としては、下記のような政策が挙げられる。炭素プライシングがイ部コストを明確にし、活定排出が技術の競争力を相対的に高めるため、温暖化ガスの排出に何らかの支出を課する炭素プライシングの有効性が指摘されている。具体的な手法としては、 下記のようなものが挙げられている。また、現在変動相場性、管理通貨性の下にある通貨を、排出権本位制や炭素本位制にするといった、通貨制度の面から温暖化の緩和を図ろうとする、手法も一部で提案されている。国際協力 AR4WG3 や、スターン報告において、途上国での排出量が、今後大幅に増えると予測される一方、 途上国における温暖化の被害も先進国よりも大きくなると予測されており、排出量削減や炭素固定などに関する情報提供や技術供与を行う必要性が指摘されている。国家単位では政府開発援助としての協力、公的研究機関や国内企業と連携した協力が主である。国際的枠組みとしてはクリーン開発と気候に関するアジア、 太平洋パートナーシップや IEA などがあり、主に先進国から発展途上国に対する技術供与という形で技術協力が行われている。啓蒙、啓発地球温暖化の早期防止を訴える活動、2005年7月、ワシントンホワイトハウス前にて、民間や市民へのさらなる啓蒙、啓発の必要性が指摘されている。省エネルギー等においては、行政、企業、 営利団体による啓発活動も去ることながら非営利民間団体による啓発活動や政治行政の監視市民運動も盛んである。また主に政策面で学校やマスメディアを通した環境教育も行われている。途上国と先進国国内でも温暖化対策により利益や損失を受ける立場など立場によっても認識に ズレがあることが指摘されており、これを埋めるための啓蒙活動も必要だとされている。地球温暖化対策は温暖化の軽減に主眼を置いているが、海水面上昇や気象の変化といった温暖化によって引き起こされると考えられている諸問題に対する適応策も行われている。将来、温暖化を防げなかった場合、温暖化の軽減がうまく進まなかった場合や、 温暖化対策が効果を上げるまでの猶予期間の災害などを考慮して、こういった対策が求められる。海面上昇に対する対策は以下の通り。さらに、現在構想段階の計画としては、現在の土地に6から10メートルの砂を乗せてその上に家を作るデルタ3000という計画が存在する。異常気象への対策には、災害情報伝達や防災の強化、 災害知識の普及、気象観測、予測の強化などが挙げられる。また、気候の変化に伴う影響とその対策として、以下のようなものが挙げられる。氷河の誘拐に伴う洪水への対策として、周辺の集落の治水対策強化、移住などが挙げられる。生態系保全については、レッドデータブックに象徴されるような調査や保護、管理活動による対策が行われているが、 現在不十分なところも多い。抗議での生物への影響として、食料となる動植物への影響を通して人間に与える影響もある。これに関しては以下のような策がある。地球温暖化の諸影響により生じる環境難民への対策も必要である。すでに海面上昇の影響を受ける太平洋の当初地域などでは、移住の議論や移住先の交渉などが始まっている。 アップデート、US インカーチ t i e s Japan 2, Stick With Nuclear Power 2 Curve Carbon Emissions, Wall Street Journal, December 15,2011?ABCDE IEA, World Energy Outlook 2011日本語エグゼクティブサマリー m m a r a t ABC Now or Never, IEA Energy Technology Perspectives 2008《Shows p、e、a s s ズ a y s to s u s t a i n エコノミックグロースベースドオンクリーンアフォーダブルエネルギーテクノロジー IEA 2008年6月清掃権にエアロゾル放出は温暖化対策最後の切り札か。エリックスモーリーガリレオエトーチナツ小林道子ワイヤード .jp2007 年8月9日研究課題別事後評価結果地球温暖化問題に対する社会技術的アプローチ竹内啓 科学技術振興機構社会技術研究開発センター2007年12月18日閲覧 http コロンスラッシュスラッシュ criepi.denken.or.jp スラッシュ jp スラッシュパブスラッシュアニュアルスラッシュ2003スラッシュ 03seika77.pdf ハットブランドンタイム尿素の海洋投入を フィリピン政府が承認ビジネス化した温暖化対策ワイヤード .jp2007 年11月8日ニュース2002.0108ナショナルジオグラフィックリチャード・モネステスキー・アイアン・バーサス・ザ・グリーンハウスフロム・サイエンス・ニュースボリューム 148p220 肉の消費減らせば CO2 削減 IPCC 議長が低減温暖化防止に ライフスタイルの変革を、IPCC 議長国際ニュースハットライブストック、A メジャースレッド2エンバイロメント京都議定書、政府最終報告、辻褄合わせ専門家批判、足立淳子、山田大輔、毎日新聞、2007年12月21日、ジェレミー・ハンス、陰りを見せない、人口増加が、地球温暖化と大量絶滅を加速させる。 漫画部 https コロンスラッシュスラッシュ jp.mongabay.com スラッシュ2014スラッシュ10スラッシュかけりを見せない人口増加が地球温暖化と大量で2021年5月閲覧リーウェンジャンカレン・ハーディ気候変動に対する人口動向の重要性温暖化新聞 http://daily-ondanke.es-inc.jp ス,ス,スラッシュレポートスラッシュワールド11 html 2021年5月閲覧温暖化対策で重要性マス各国の人口政策鳥井博之のニュースの真相日経 BP オリジナルの2007年12月時点におけるアーカイブ h t t p w e b a r c h i v e o r g w e b 2 0 0 7 1 2 6 0 3 4 0 2 5 h t t p p r e m i u m n i k k e i b p c o j p m c o l u m n t o r u i 0 4 i n d e x s h t m l 2 0 2 1年5月閲覧。データセンター。 エレクトロニックデータベース。ユネスコ。2010年11月12日閲覧。エデュケーションリーズ2ローワーファティラティアンドインクリーストプロスペリティ。ラトガーズ・ユニバーシティ。2021年6月6日。閲覧。ウィリアム・ジェイ・リップル、クリストファー・ウルフ、トーマス・エム・ニュースサム、フィービー・バーナード、ウィリアム・アール・ムーモ、ワールド・サイエンティス・ト・オーニング・オブ、エークライメート・エマージェンシー。 バイサイアンス第70巻第1号、オックスフォードユニバーシティプレス、2020年1月、ドイ、10.1093、バイサイ、ビズ零八88。1万人以上の科学者が訴えた、緊急事態、気候変動対策の一つは人口を減らすこと。ビジネスインサイダー、2021年6月6日、閲覧。ジョン・ボン・ハッツ一ブライアン・シー・オニール、グローバル・ウォーミング・ポリシー。 is population left out in the cold. サイエンス第361巻第6403号。アメリカ科学振興協会。2018年8月17日。650から652ページ。ドイ、10.1126。サイエンス。アット8680。大外部人口の減少。少子高齢化の進展など人口構造の変化に対応した。 国土交通行政の展開コラム事例人口転換理論国土交通省2021年6月6日閲覧エデュケーションディーズ2ローワファティラティンインクリーストプロスペリティラトガーズ・ユニバーシティ2021年6月6日閲覧 AB 人口を減らすべき科学者らの気候変動対策に批判 MIT テクノロジーレビュー株式会社カドカワースキー総合研究所2009年9月3日閲覧アービンドロビクマールアービンドパワン1人口削減へ対する発言ツイッターより2021年6月7日閲覧 OECD エンバイロメンタルアウトルック 22050The Consequences of Inaction OECD2012 ABOECD エンバイロメンタルアウトルック2 2 0 5日本語ようやくデルタ3000。ありがとうございます。